ナサニエル・マクミランは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、ローリー出身のバスケットボール選手、指導者。NBA のシアトル・スーパーソニックス、ポートランド・トレイル・ブレイザーズや、インディアナ・ペーサーズなどで、ヘッドコーチを務め、2020から2021シーズンから、アトランタ・ホークスのヘッドコーチを務めている。高校時代、スカウトの目に止まらなかったマクミランは、 ノースカロライナ州マーフリースボロにあるチョアン大学に進学後、ノースカロライナ州立大学に移った。マクミランの活躍もあり大学はアトランティックコーストカンファレンスで優勝し、1985年、1986年の NCWA トーナメントでも共にベスト8まで進んだ。 1986年の NBA ドラフトで、シアトルスーパーソニックスから2巡目全体30位で指名されて NBA 入り。以後12シーズン一貫して、シアトルでキャリアを重ね1試合あたり5.9得点、6.1アシスト、1.9スティール、通算4733得点、3222リバウンド。 4893アシスト、356ブロック、1544スティール、796試合出場、298本のスリーポイントシュート成功など、堂々たる成績を残した。マクミランはまた、ルーキーシーズンに1試合で25アシストをマークしたことがあり、これはエルニー・ディグレゴリオと共に、未だに NBA 記録である。 またトリプルダブルを4回記録している。マクミランが特に評価されたのはディフェンス面でチームへの貢献だった。1993から94シーズンにはスティール王になり NBA オールディフェンシブセカンドチームに1993から94シーズン、1994から95シーズンに選ばれている。 1996年のシカゴブルーズとの NBA ファイナルでは3連敗で後がなくなった第4戦から負傷していたためそれまで欠場していたマクミランはマイケル・ジョーダンをマークするために投入されシリーズで2勝を挙げることができた。1998年選手生活引退。マクミランの背番号10番はソニックスの永久欠番となった。 1998年に引退するとすぐにソニックスのアシスタントコーチに就任。2000年からはポールウェストファルに代わりヘッドコーチに就任して5シーズン務めた。レアレンやラシャード・ルイスらを要した2004、05シーズンにはノースウェストディビジョン優勝を果たしカンファレンス準決勝まで進出した。2005年からは ポートランドトレイルブレイザーズのヘッドコーチを務めている。2006年バスケットボール世界選手権では、マイク・シャシェフスキーバスケットボール男子、アメリカ合衆国代表ヘッドコーチの下で、アシスタントコーチを務めた。2012年3月15日、ブレイザーズのヘッドコーチを解任された。2013から14シーズンから、インディアナ・ペイサーズのアシスタントコーチを務めて、 2016から17シーズンよりヘッドコーチを務めることになった。2020年11月11日、アトランタホークスのアシスタントコーチに就任した。2021年3月1日、ホークスは HC のロイド・ピアースを解雇したため、マクミランが暫定ヘッドコーチに就任した。ありがとうございます。